もめっちゃ。で、それで、こう、いろいろ乗った後に、最後に、ニンテンドーワールドに行って、もうめっちゃ感動したー。もうすごかった。まあ、行ったことない人もいるだろうし、これから行く人のね、楽しみを奪うわけにもいかないので、こう、あれがああだった、これがこうだったという話は控えますが、すごかった。本当にすごかった。もうね、ニンテンドーワールドに行ってから僕がもう一生はしゃいでたっていう。うわーって。うわーすごすぎるその僕を見てコロさんはね、連れてきてよかったってね、言ってくれてた。うわージェットコースターより叫んでる。そう、ジェットコースターより全然叫んでた。いや、ほんとすごかった、マジで。ほんとに面白かったんだよね。マジ楽しかった。まあ、そんな感じでね。ニンテンドーワールドを堪能して、で、まあ、その日は帰る日だったから、新幹線の方に向かって、一緒にチケット買って、お家帰ってきたっていう感じかな。マジで面白かった。ハリポタはいた。ハリポタも乗った乗った。乗ってきたよ。僕、ハリーポッター全然見たことないからさ、コロさんが、あれじゃん？僕のこといつもさ、アズカバンだって言うじゃん。だからさ、ハリーポッター全然知らないけど、アズカバンのグッズがあったら欲しいなって思ってコロさんに聞いたんよ。ねえねえコロさんって、僕ってアズカバンなんでしょって。他のさ、グリフィンドールとかさ、そういうののグッズいっぱいあるけど、アズカバンのグッズはどこにあるのって聞いたの。そしたら、アズカバンのグッズはねえよって言ってた。ないのって。なんか服とかあったんよね、みんな、そのいろんなさ、チームの。でもアズカバンはね、なかったんですよね。そう、そうなんだって言ってね、こうお店とか見てね、出ましたね、ハリーポッターゾーンは。ハリーポッターも2つ乗ったよ。並んでね、並んで乗りました。いやー、でもほんと楽しくてさ、あっという間だった。なんか新幹線の中で寝たりするかなと思ってたけど、結局すごい楽しかったなっていう余韻がすごすぎて、全然眠れなかった。楽しくてさ、ほんとね、でも普段ね、そんな出歩いたりしないから結構体は疲れてたんだけど、なんか楽しかったなって思ってたらね、眠れなくて新幹線の中は。すごい楽しかったんだ。